センチ平松中央触ってるからね。クリア、やばい、ゴール前ヘディングシュート、とここは決まりました。右へ、リンドはどうするか、アナヒールで送って竹谷シュート決まった、同点ゴール。どこを使うか、穴井中央、竹待っている、竹右足シュート、こぼれで詰めた、決まった。ここは9番岸田のヘディング、遠目からシュートを放っていきました。さあここはキーパーしっかりと防いでいます。最後は野原がマークにつく。さあ戸高かわした、マイナスへのクロス、スルーしてシュート、花井前半で追いつきました。前半の42分カターレ。さあ花井トラップして、さあ前を向く花井から、ここは大谷がフリーだが、あっと PK です。花井そして竹早手です。さあ田中のクロス、花井のシュート、突き放した、花井に収まります。正確なフィードがあります。左サイドボールを取りました。これはチャンスになる、シュート、ファンティーに弾きました。つなぐ、奪った富山、縦花井から松沢、宮城、17番の稲葉、花井から前へ竹のシュート、強烈なシュート、大西を抑えます。大谷1対1仕留めるか、決定的2点目、後半からの大谷が、田中からのボール、あーこれは富山得点になる、1点返しました富山。さあ宮田叩きつけた、同点は取れ、その壁は2枚、ファーサイドに流れてきた、クリアをした熊本、まだもう一度一つフェイント入れて、もう一度シュート、ナンバー大阪 U23 選手がこう入れ替わりと光前線にというところですが、富山上がっていった、チャンスになる、シュート、さあは花井、田中裕介がニアサイドに動いて、その奥クロスバー、もう一度ある、ボールの前のヘディング叩きつけた、竹が決めました。先制は、さあ中に入れて、しかし守りの人数、あーと花井どうだ、わずかに枠、ショートコーナーできました。角度を変えて巻いていったボール、シュートになります、決まった、先制点はカタール。花井が中を伺う。平松が中に入ってきた、平松ゴール。ニアサイド。藤枝は全員戻っています。富山は一番遠いサイドに今瀬がいますが、中央こぼれて入ったか。決まりました、花井縦パス、椎名、椎名のシュート決まりました、追加点、素晴らしいシュート、高さで勝っています。花井裏抜けていった、シュート、キーパー正面か、いや弾いた弾いた、エリアの中でのプレーが一番多いということになっています。まあそういったデータを裏付けるかのようなプレーが続いています。さあここは富山久々に上がってきた、宮城シュート、落ち着いていた、ここで花井を挟みます、ボール前、ここは池田からというボールですが、富山佐々木間で花井、さあスルーパスを狙うか、平松まだ前を向けない、
さあ抜けてくるか、抜けてくる、抜けてくる、1対1になった。